現在2度目のアジアツアーで世界を回っているトレジャー、5月18日に行われた香港公演で様々なトラブルが発生しています。ユシュは公演中に携帯電話が投げられ顔の近くに飛んできます。その後ユシュは注意するジェスチャーを見せた後携帯を拾いファンサをしています。これは神対応ですよね。ハルトはボルケードのステージでリフトのタイミングエラーにより転倒。ヒョンソクがハルトの前に出たり、ユシュも気にしないふりをしてステージ上で盛り上げパフォーマンス。チームで協力していますね。ヒョンソクは怒ってるんですかね。リーダーとしての責任を感じます。 YG は18日に行ったトレジャー香港公演中、リフトのタイミングエラーでメンバーのハルトが転倒しました。現場に配置された医療スタッフにより一時的な緊急処置を行いました。アーティストの意思に従い今日の公演は無理のない範囲で無事に終え、現在ハルトは肩の打撲の治療を行い休息をとっていますと声明を出しています。ジフンはトイレを使う際一般用のトイレから出てきて騒ぎになっています。絶対関係者用のトイレはあると思うんですけど、これは何か撮影をしていたんでしょうかね。いろいろカオスな香港公演でしたが、トレジャーのステージは相変わらず最高でした。ライブ中はアドレナリンも出ていると思うし、ハルトを含めメンバーにはゆっくり休んでほしいです。ご視聴ありがとうございました。これからも韓国の情報動画を発信していくのでチャンネル登録お願いします。ではまた会いましょう。